鳩山由紀夫元首相が志賀原発について火災が起きたと根拠不明情報を SNS で拡散している。1月1日の能登半島地震に関連し、鳩山由紀夫元首相が SNS で志賀原発にて火災が起きたとのみ確認情報を拡散。北陸電力は火災はなかったと発表した。鳩山氏の投稿は公式情報から9時間以上遅れており、X 上で非難の声が広がる。鳩山氏は以前も地震時にデマを拡散し、北海道警により虚偽とされた経緯がある。ヤフコメでは、鳩山由紀夫元首相の発言は、国民に混乱をもたらした。一方で、鳩山元首相の存在が自民党の利益になっているという皮肉の声が上がった。